寝る前に菓子を食うな、虫歯になる。うるさいな、後で歯を磨くってば。まどかさん、月餅のお味はいかがですか。うん、美味しい。健三も健三や、好き勝手食わせよって。エミがブクブク太ったらどないするんや。おかわりもありますよ。あ、そうだ、お茶もお入れしますね。聞けや。ハンドレッドノート。おはよう。何がおはようや、もう昼も過ぎとるわ。結局昨日は歯も磨かんと寝てまうし。さては、風呂にも入っとらんのとちゃうか。どっちも一日くらい問題ないでしょ。それよりお腹空いたんだけど。お前な。ふぅ、美味しかった。それじゃ僕は寝る。せめて食ったもんのゴミくらい捨ててけ。はいはいはい。入れ、あ、ごめん、代わりに捨てといて。セイチ、エミ、そこに正座せ。今日という今日はもう我慢ならん。性根を叩き直したら。だいたいお前はな、はあ、足しびれてきた。それにこの前も、あん時も。一体何をしているんですか。聖一がうるさいんだ、健三どうにかしてよ。健三も健三や、お前が甘やかすから。でも聖一さん、そうやってずっと怒ってると老けるよ。その通りです。しかめっ面ばかりしていたら老けますよ。なら、あ、目尻のところにシワが。最近なんだかほうれい線も濃くなったような。あれ、聖一どうしたんですか。聖一くん、もう知らん。え、聖一くん、もうお前らのことなんか知らん。何も知らん。俺は出ていく。じゃあな。あ、行っちゃった。本当に出て行きましたね。珍しいな、聖一があんなに怒るなんて。ま、放っておきましょう。どうせ明日になったら帰ってきます。だといいけど。聖一くん帰ってきませんね。マドカさん、何をしているんです。戸棚なんて漁って。聖一、買ってきたものをここに置いておく癖があるだろう。だからさ。はあ、ですが何のために。やっぱりあった。それは男性用化粧水。これであなたも若々しい素肌に。だってもしかして。でも聖一さん、そうやってずっと怒ってると老けるよ。その通りです。しかめっ面ばかりしていたら老けますよ。なら、本当に気にしてたんだ。なんという。ちょっとだけ悪いことしたかな。聖一、どこだ、出ておいで。位置情報はこの辺りですが、見当たりませんね。まだ怒って隠れてるのかも。よっぽど悩んでいたんでしょうか、廊下。さあ、でもまあ外見をからかうのは確かに趣味が悪かった。反省だ。さすがに謝った方が良さそうですね。でもな、ただ謝るだけだと聞いてくれない気がする。そうなのですか。あれで聖一結構頑固だからね。昔から本気で怒るとしばらくずっと怒ってた。おや、昔話。さて、どうしたものか。ん？あれは。この前ね、ママの誕生日に肩たたき券あげたんだ。すっごく喜んでくれたよ。ん、まどかさん、その手があったか。はあ、昨日は怒りすぎてもうたかな。いや、でもあれくらいガツンと言わんと。エミ、ちゃんと飯食ったやろか。健三が甘やかしたせいで栄養バランス崩壊なんてことになったら、ほっといたらいつまでも寝てるかもしれんし、昼夜逆転が続いて体壊したりせんやろか。で、なんであいつらのことばっか考えなあかんねん。俺はもう自由の身や。気分転換に思いっきり買い物したる。お、エミの好物や。こっちはこの前健三がうまそうに食っとったな。いやー、気づいたら大荷物や。あれ、
よく見たらあいつらの好きなもんばっかり買っとる。見つけた、聖地の笑みが外に出とる。やった。いや、そないなこと気にしとる場合とちゃう。なんの用や。悪かった、ごめん。なんや、えらい素直やないか。私も申し訳ありませんでした。え、建造まで。なんか気持ち悪いな。まさか聖一がそんなに廊下を気にしてたなんて。ええ、気づいていませんでした。聖一くんが廊下に悩んでいたなんて。お前ら実は反省してへんな。そんなことないって。ほらこれ、お詫びの印。あ、なんやこれ。何でも言うことを聞く剣です。は、子供かお前ら。なんてことを。まどかさんが何でも言うことを聞いてくれるなんて、いくら出しても惜しくない。何も思いつかなくてさ、他に欲しいものがあったらお詫びにあげるけど、ある？あー、たく、慌てて探すくらいなら最初から怒らせんかったらええのにな。聖一、いや、もうええわ。なんや、怒ってるのがバカらしくなってきた。では。ああ、もう事務所に帰ろう。せや、さっき買い物しとってな、うまそうなもん見つけたんや。へー、どんなの。それは楽しみですね。エイミー、風呂入ったら頭を乾かせ。冷えて風邪ひくぞ。明日やる。それじゃ意味がないやろ。ったく、言うこと聞くって話はどこに行ったんや。あの剣使う？使ったら言うこと聞いてあげるけど。あかん、あれはこんなとこでは使わん。もっとヤバい時に使うんや。ま、僕はどうでもいいけど。じゃ、おやすみ。せやから寝るな。寝る前にドライヤーや。まったく、やれやれです。見てくれてありがとう。おやすみ。チャンネル登録と高評価もお願いせえや。いいじゃないですか、それくらい。他の動画もぜひ見てくださいね。笑みを甘やかすな。